ドンチョーわけです。今日はシャネルのビルジニーの件についていろいろ喋ります。お願いします。まあ本当はメインでやってもよかったんですけど、メインはちょっと準備してた動画を出させていただいたんで、この件はサブで緩く喋るという感じです。お願いします。で、まあ、何があったかというと、まあ、SNS でね、見られて見られた、見た方も多いと思いますが、シャネルのアーティスティックディレクターを務めるビルジニー BR が、 シャネルを去ると、まあ、退任するということが、えー、発表されまして、まあ、プラスアルファで、まあ、退任するとなると、えー、当然公認が注目されているので、まあ、前からね、ずっと噂がある、エディスリマン、そして、まあ、バレンティの、えー、退任したピッチョーリ、そしてマックイーンの退任したサラバートンというような、まあ、とてつもない、えー、ビッグネーム、三、えー、3名が噂されているというような、えー、話題で、まあ、今 SNS とかでも、ま、いろいろ盛り上がっていると。 いう感じなんですけど。まあ、メンズのね、視聴者が僕のチャンネルめちゃくちゃ多いので、普段からシャンネルチェックしてたりとか、まあ、もしかすると、ビルジニー BR という名前も知らなかったっていう方も、まあ、多いとは思うんですけど、まあ、やっぱりね、ラグジュアリーをちょっとこうテーマにというか、えー、やってるので、まあ、この件については僕もいろいろ喋りたくて、まあ、というのも、僕、カール好きなんですよ。前もね、ラジオとか、 サブでも言ったことあると思うんだけど、もう僕が本当に、あの、レジェンドも含めて、もう世界でね、えー、一番こう、最強だと思う、えー、デザイナー、ディレクターは、僕の中ではカールなんですよ。まあ、最近だともちろんデムだとか、えー、まあ、アンダーソンとかさ、そういうまあ、すごい方も出てきてるけど、まあ、レジェンドも含めると、僕の中ではカールがナンバーワンで、それもとにかくショーが好きで、グランパレっていうね、あの会場を、本当にもう、 全部ね、なんかこう、違う惑星かのように作り変えてしまうんですよ。もう砂浜、海、雪山、ロケット、あとはスーパーマーケットとかね。あ、まあいうことを、あれだけ伝統のある、えー、まあメゾンというかね、ブランドでやるっていう、まあ、あれはね、本当にカールにしかできないことだと僕は思ってるので、まあなくなってしまいましたけど、まあ本当にカールの自由のコレクションというのが、 まあすごく好きで、ファンなわけです。私は。はい。で、まあ亡くなってしまって、その後継いだのが、まあ今回、え、退任する、まあビルジニー BR ということって、ただビルジニーは、まあもともとクロエかな、カールがクロエにいた時代から、クロエのその元でね、カールの元で働いてって、で、え、まあカールがシャネルに行ってった後も、まあ同じように、ビルジニーも、まあシャネルに行って、カールの元でずっと働いてたんですよね。で、右腕として活躍して、 まあそのトップのカールが亡くなってしまったと民右腕として活躍してたビルジニーが、まあ要は内部昇格ですよね。それが形で、まああのディレクターになったと。まああの時も、まあエディがすごく噂されてて、まあカールとエディっていうのはね、もともといろんな話もあの皆さん知ってると思いますけど、まあすごくこういう関係があって、まあ敵人なんじゃないかということが、まあカールの意思を継ぐのはエディしかいないだろうっていう勢と、 いやいや、エディのコレクション知ってるだろサンローラン見ただろあんな細くてロックなことをやられたら困るみたいな。ま、そんなこう、あの、シャネルの伝統の方が大事だろう派と税と。なんかこう、いろいろ盛り上がったタイミングってあったんですけど、僕もその時は、エディのシャネルか、いや、ありえなくもないのかなとかってまあ思ってましたが、結局、まあやっぱりシャネルっていうのはもう何よりも伝統っていうのが、 まあ特別で、他のラグジュアリーももちろんそうですけど、まあシャネルはその中でも本当に特殊だと僕は思ってって、まあコングルマリットに属さない、いわゆるグループに属さない、まあね、代表的な例で言うと、まあエルメスもありますけど、エルメスは、まあエルメスも特殊ですけど、どちらかというとやっぱレザーじゃないですか。もちろんファッションもあるけど、ね、そのプレータとかっていうのもあるけど、まあまあレザーがメインで、まあでもシャネルっていうのは、まあこうファッションメゾンというか、まあクチュールやってて、プレータもやっててっていう、 独特な立ち位置だと思うんですよね。でもずっとあの地位を築いてる。まあ最近値上げがエグすぎるって結構ラグジュアリー業界の中でもものすごく話題になってますけど、まあとにかくちょっと特殊で、まあその伝統っていうのはずっと守ってきた。まあこう他のグループに入って、なんか上のオーナーから指示されてブランドを変えたりとかっていうことをあまりやらずにずっとやってきたわけですよ。まあ3世代。シャネルから始まり、カールの時代があってビルジニーと。ただこのビルジニーの時代っていうのは、 まあ、そうね、あんまりポジティブな声は聞こえなかったというか、まあもちろん、直属でね、あの、カールのえー血を継いでるというか、本当の血を継いでるわけじゃないけど、その DNA というかね、あの、要素を引き継いでるので、まあその、まあカールってちょっとロックなところとか、まあクロマーツつけたりとか、ああいうの好きだったりする、まあそういうこう、ロックな要素とかっていうの落とし込むのあったんですけど、なんかこう、世界観を作り込むほどの、 うんまあ、あんまりこういうの言っちゃうくらいのかもしれないけど、なんかパワーはなかったというか、ビルジニーがやってる、なんかその、シスタイルっていうのは、僕はカールの時代をずっとすごくこう好きで見てたからこそだけど、なんかちょっと弱く感じたのね。で、まあ、SNS で言われてたのは、若者向けに作りすぎだと。とにかく、もうめちゃくちゃなんかこんな小さいバッグとか、 こうもカジュアルなものとか、もうとにかくそういうのしかないと。伝統や、カールの時代はどこへ行ったみたいな。まあ、いわゆるフィービーロスとかさ、ああいうのあったけど、まあ、カールロスみたいな、こう、現象が起こるくらい、ビルジニーっていうのは、まあ、ちょっと若かったのかな。うん、まあ、これもだから時代なのかわからないけど、そう、で、ちょっとこう、批判が、まあ、かなり多かったんですよね。まあ、コレクションやれば毎回批判。そんなにポジティブな声っていうのは、正直出ないような、 まあ感じだったので、まあずっとこうどうなるのかみたいなのは注目されてたんですけど、まあ今回のタイミングで、まあいよいよ退任するということで、まあ時代的にはちょっと爪痕はそこまで残せなかったのかな。やっぱりね、創業者シャネルの時代っていうのは本当に特別で、まあレジェンドじゃないですか。で、カールは、まあ僕の中でも本当に大レジェンドで、まあ伝説的な時代だと思うんですよ。で、ちょっとこのね、ビルジニーの時代っていうのは何がって言われると確かに、 何だったのだろうなみたいな。なんかそんな感じにな,るとなっちゃうから、そうなるとやっぱり公認っていうのは、ちょっと注目したいというか、まあ、本当に時代が変わって、まあいよいよシャネルが外部のさ、ディレクター、しかもスターデザイナーをね、持ってくるのか、引っ張ってくるのかどうか、これ時代変わるからね。 今まで本当にそういうことをやってこなかった。まあ、エルメスもそうですよね。エルメスもニシャニアンがずっとやってたりとか、本当にこの特殊なブランドって一人のディレクターがやる期間がすごく長くって、やっぱその伝統っていうベースがすごくこう、分厚いというかさ、まあ、あるんだけど、ついにそこに、まあ、エディでもピッチオーリでもサラバートンでもいいけど、まあ、その外部でやってたスターデザイナー、スターディレクターがやってくるとなると、 まあ、このシャネルの今までやってきたようなことっていうのは、ちょっとガラリと変わって、まあ面白くなるのかな、なんていうのは、まあ思う反面、まあそのね、カールの時代が好きだった人たちっていうのは、これでエディ来るなんてなったらあ、あまあ大荒れだろうなっていうのは、ちょっと思ってる。ただまあ、セリーヌのね、あの、ウィメンズのコレクションとか見てても、ちょっと感じるとこあったじゃないですか SN。SNS とかでも言われてたけど、ちょっとシャネル味あるみたいな、ツイートのジャケットやったりとか、そうだから、 まあ、どう、どうなんだろうね。うん、まあ、ちょっと僕は、エディのシャネルっていうのは、うん、まあいや、見れたら最高面白いけど、うん、なんか俺前のさ、動画で予想したことあるよね。でなんか、エディ、シャネルに行くの、どっかのタイミングでありえんじゃねみたいな言ったようなこと、なんかあるようなないような気がするんだけど、もしそんなことになったら、 とんでもないことにはなりそうですけど、メンズとか始まりそうだしね。今までシャネルって、メンズのなんていうのかな、明確なのはやってないからね。あの、カールの時代とかでも、ランウェイをメンズモデルが歩くというか、なんかね、それはちょこちょこあったのかな。確か。で、メンズのアイテムも僕も、シャネルのスニーカーとか一時期欲しくて、探してたらまあ国内ほぼ買い付けないんだけど、買うのめちゃくちゃ難しいけど、まあ、メンズサイズも展開されてたりするんだよね。多分42とか43とか、もう日本に1個とかぐらい、 入学することがあったと思うので、なんか昔探したことあって、そう、メンズってないと思ってたら、実はなんかそのスニーカーとかだったらあるみたいな感じだったけど、まあ明確にはないので、まあエディが来たら、それはありえそうだよね。まあ、ピッチョーリとサラバートに関しては、まあもし来るってなっても、まあ、ウィメンズ特化でやれるような気はするので、まあそこはまあ、まあありっちゃありなのかなとかは、 思わなくはないですけど、ただまあね、だいぶ違ってくるからね、その系統というかさ、流れがだいぶ変わってくるから、まあ、その辺はどうなのかなっていうのは、ちょっと気になりますが、まあ今回ね、まあ、ビルジェニーが退任するということで、えー、まあこの公認、ちょっと今後注目したいなというのは思います。まあシャネルはね、あんまりこう間を空けるっていうことは、あの、 これまでなかったというか、まあ、これまでデザイナー交代を、まあ、まともにね、全然やってないからあれだけど、カールが亡くなった時も、マジでね、すぐだったと思うんですよ。このビルジニーが発表されたのって、ほんとすぐだったような気がするので、ま、あ本当にね、それこそエディだったりとか、まあ、ピッチョーリーとかさ、まあ、こういう方になるんであれば、すぐ発表されるような気がするので、まあ、そのあたりは気になるなっていうところですね。で、今月の後半に発表される、えクチュールのコレクションに関しては、 もうそのまま、ビルジリンがもう作り上げたと思うんで、そのままやるって言ってるんですけど、次のコレクションからどうなるかっていうのはちょっとまだ発表はない,い,いので、まあ、あのー、まあ、楽しみにしときましょうというところですかね。はい。じゃあ以上にします。えー、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。